せーの、ジェイコムからお届け熊本ジーンズ館。ありがとうございます。一緒に手を振っていただきました、はい、さあ熊本で活躍する素敵な方々をご紹介する番組熊本ジーンズ館、 MC の時はよしこです。よろしくお願いいたします。さあそして今回のゲストはこちらの方です。はい、歌う防災士志保ママこと柳原志保です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあそして今回のテーマをご紹介しましょう。今回のテーマこちらです。1. 歌う防災士2. 防災士までの道 3. これからのことということで、はい、はい、この3つのテーマに沿ってね、うん、伺っていきますが、うんうん、じゃあまずは志保ママこの1ですね、はい、うん、歌う防災士、うん、これについて詳しく伺っていきたいんですけれども、はい、そもそも防災士というのは仕事なんですか？あのですね、防災士というのは民間の資格なんですね、うんうん、で、あの、まあ、誰でも取ろうと思えば本当に取れる資格 で、ええ、で基本的には地域の中の例えば防災を、あの啓発活動だったり、はい、災害が起きた時に自分の地元の中でその復旧作業をお手伝いしたりっていう、まあ、地元でできる志向であるというのが防災士なんですね。だから防災士を仕事にするっていうのは、あのなかなか少ないとかいないかな、あの地域でやる。なので私も防災士の活動もしてるんですけれども、はい、私は仕事にしてるのは防災啓発活動、防災することが大事だよ、備えようよっていうのを伝える、それを歌とともに伝えている防災士の資格を持った人っていうイメージで。うん、なるほど、うん、だから、うん、その啓発活動を歌うことでやってるってことなんですね。歌う防災士。そうなんです。その防災をいろんな、ね、あの活動の中に歌を取り入れて、うん、で私はあの花は咲くという歌を、まあ、その活動の中で講演会活動をしてるんですけど、歌う防災士っていうことで、うん、ちょっと柔らかいイメージだったり、あ、防災ちょっと歌うってどういうことって興味を持ってもらうきっかけにしてほしいなと思って、まあ、キャッチコピーですね。でやってらっしゃるんですね。で、講演活動の話が先ほどちょっと出てきましたけれども、うん、もうそれは各地いろんなところに行かれてるんですか？本当、最初はもう本当地元、熊本の地元だったんですけど、はい、最近はお声かけていただいて、本当北海道から、あの北海道も行ってます。あと、はい、まあ、ふるさとが宮城なので宮城も行ってるし、本当に、まあ、全国今行かせていただいて、まあ、講演をメインにやってますね。じゃあもう数字で言うと結構な数いかれてるでしょうね。あのね、だいたい年間、コロナ前は年間120本ぐらいやってて、はいはい、3万人以上の方にお伝えはしてるんですよ。で、まあ、ほら、ただ話すだけじゃなくて、うん、歌も入るし、クイズとか、あとゲームを入れたり、ものづくりをしたり、こう参加型でなんか元気になれるっていうのかな、楽しみながらできる、そういったのを伝えてますね。じゃあ、まあそういうふうに楽しみながらこう防災について考えることができる講演となると、やっぱり子どもさんとかも分かりやすいですよね。そうなんですよ。なかなかほら、防災っていつ来るか分からないから、うん、なんかいつかやろうなんですよね。じゃなくて、私は今すぐできるものっていうのを伝えたいので、子どももだし、おじいちゃんおばあちゃんでもできるものっていうのをやってますね。で、実はですね、私ももう志保ママと出会って結構経つんですけど、うん、そうだね、うんうん、そもそも出会ったのがあのテレビの生中継でお世話になったんですよ。本当だね、うんうん、はい、防災士の志保ママとしてテレビの中継に出ていただいたんですけど、うん、そういった活動も熊本では結構されてますよね。そうなんです。あの講演活動だけじゃなくて、最近まあテレビとかラジオも今番組持ってたりとか、うん、もちろん新聞とかウェブの媒体だったり、最近ね、 YouTube も、コロナで YouTube 始めました。あ、そうですか。そうなんです。 YouTube は個人チャンネルになるんですか？一応個人チャンネルまではまだ登録者数がいないのであの一応ただ志保ママで YouTube とか、うん、まあ、動画っていうのを取り入れたり、あとはそのほら、防災士として地元で自主防災組織って言って地域の中の活動をしたり、地元の小学校の授業をやったりとか、あと町の委員をしたりっていう、その、まあ、お仕事としてもやってるし、地元のボランティア活動も併用してやってますね。じゃあ、まあこう防災士としての活動っていうのは年々こう広がりを見せてるわけなんですね。なんかね、やっぱりこう
入り口は一つじゃないなって思ってて、いろんな角度からこう伝えることでよりいろんな立場の人にも知ってもらえるのかなと思っても、何でも受けてます、何でもやってます、何でも屋さんです、はい、いやもうでも本当にそのバイタリティがやっぱりすごいなって思うんですけどね、見てて、はい、こんなね志保ママなんてね、今もう49になるんですけど、うん、もうはい、頑張ってますよ。いや、はい、49歳というのはちょっとめちゃくちゃ驚きなんですけどね。いや、ありがとう、よしこちゃん。何も出ないよ。いやいや、出ないんですか？いやいや、本当にね、はい、いろんな活動をされてる志保ママなんですけれども、うん、ちょっとじゃあここで2つ目のテーマに行きたいと思います。はい、はい、2つ目のテーマがこちらなんですけれども、うん、防災士までの道ということで、うん、こちらについてじゃあ伺っていってもいいですか？はい、どうぞどうぞ。あのご出身、先ほどお話の中で出てきたんですけれども、うん、宮城なんですね。そうなんです。私生まれたのが宮城県の多賀城市というところで生まれて、で、もともとそこで大学時代まで宮城にいました。うん、で、歌う防災士のルーツになってるのが、はい、私高3の時に宝塚にちょっとハマっちゃって、はい、あの受けてるのよ、受験してるのよ。そうなんですか？もちろん落ちてるから今ここにいるんだけど。なんだけど、要はその時にやっぱりこう、うん、こう歌とかね、あの声楽だったりバレエだったりちょっと習って、うん、で大学時代は勉強そっちのけでずっとミュージカルを劇団作ってやってたのよ。劇団作ってやってたんですか？やってたんですよ。で、そのでももう表舞台は4年間で結構やり尽くして、はい、で今度裏方に回ろうと思って、大学卒業した後は東京に出て、はい、東京のダンススクールのスタッフをしてたんですよ。へ、だから今度はエンターテインメントを目指す人たちのサポートで、教育分野っていうのかな、その教育に携わって、でステージのほら演出やったりとか、イベントやったりとか、はい、で東京静岡とかね、あの大阪行ったり、あと宮城にやったりっていう、そのダンススクールのスタッフをしてたんですよ。じゃあ結構転々と、うん、転々と、ね、あのそうなんですよ、いろいろ行って、多分だからそれも今の活動に生かされてるなって今思えばね、すごく、でも防災とは全然違う分野、違いますね、もうエンターテインメントの世界にいました。あ、そうなんですか、うん、じゃあずっとそのお仕事をなさってたわけですね。そうなんです、結婚するまではずっともうそのエンターテインメントの裏方さんをずっとやっていましたね。じゃあ結婚を機にちょっと生活がまた変わるというような感じなんですか？そうです。で、変わったのがやっぱりその東日本大震災かな。その2011年にあの、まあ、子供がいて、はい、子供が2人生まれて、はい、でちょうどまあ離婚しちゃったのね、性格の不一致で、はい、で離婚をしたそのもう数ヶ月後にその震災があって、うん、その時もちろん防災はやってないんですよね、はい、シングルマザーで子供が小学校1年生と年中さんで、はい、はっきり言って仕事も当時はねホテルの支配人をしてたんですけど、あ、それはどちらでされてたんですか？あの仙台です、宮城県の仙台で、仙台、あ、うん、あの支配人をして、うんうん、で住んでたところがその宮城県多賀城市っていう、まあ、ふるさとに住んでたんですけど、はい、そこでまあ震災が起きで2週間の避難所生活を送って、家が大規模半壊っていう状態になったんですよね。 でもやっぱし子育てもあるし、であのホテルの仕事もちょうど決まったばっかりだったのよ、からシングルマザーでやっと決まった仕事で辞めるわけにもいかなくて、はい、もうそれに追われてた、うん、だからもう本当にまさか自分があんな大災害に遭うなんてっていうとこだよね。で何にも持たずに避難所ですよ、うん、避難所行ったらなんとかなるみたいな、うん、でもなんとかならないっていう、 そうですよね、その現実のその世界、なんかその災害のその現実にぶち当たったっていうか、うん、じゃあやっぱりその避難所での生活っていうのはお子さんもね2人一緒に連れてってことになりますので、うん、本当に大変でしたよね。あの本当ね、あの母と住んでたんだけど、はい、その地域の行事に参加もしてなかったんですよ。あ、当時ですね。でだって忙しいから、うん、そうですよね、行ってらんない、申し訳ないけど、うん、だから全部母に任せて、うん、人とのつながりもほとんど持ってない状態で震災に遭っちゃったので、やっぱね、やっぱしもっとご近所付き合いしとけばよかったなとか、いろんなもっともなんかグッズ持っとけばよかったなとか、いろんな後悔が、東日本大震災は後悔ばっかりでしたね。あ、じゃあその経験があって、うんうん、まあ、防災士のことを考え始めたんですか？その時もまだ思ってないのよ。でその時はそれで精一杯で、はい、でちょうど子供をね、和み町に疎開させたんですよ。あ、
え、熊本のですか？熊本の。あ、へえ。あの、和みにたまたま当時は妹家族が住んでいて、はい、で、あの、お姉ちゃん大変だからちょっと子供預かるよって妹が言ってくれて、はい、あ、じゃあちょっとお願いって言って長男だけ、当時小学校1年生の長男を妹に預けたんですね。うん、で、妹のとこで4ヶ月ぐらいかな、あの、お世話になって、はい、で、戻ってきました。で、私はほらホテルの支配人していて、でもやっぱしね、忙しいし子育てほとんどできなくて、ちょっと精神的に私も子供も病んじゃったんですよ。ああ、そうなんですね。それでちょっと心のケアをしようっていうことで仕事を辞めて、でケアをするなら、あの、お世話になったあの田舎の和み町一回だけ行ってて、すごいいいとこだったんで、じゃあちょっと和みでゆっくりしようっていうきっかけで和みにとりあえず移住したんですよ。ずっと住むとは当時思ってなくて。へー、うん、あ、じゃあそれがきっかけで和み町にいらっしゃったんですか、ね、なかなかほら知らないよね、和み町って、あの、ね、宮城の人誰も正直知らないですよ、和み町って。でも妹家族がいたので、まあ、心のケアに和みに行き、そしてね、ちょうど地域おこし協力隊っていう、あの、総務省の地域、あの、地域を元気にする活動の募集があったので、その活動もちょうどお世話になった恩返しと思って、それを始めたんですよね。で、その中でやっとその防災につながるのが、そこでちょっと柳原さん被災体験話してよって、はあ、あの、地域の小学校で言われて、はいはい、そこでいっぱい話しました。で、その話が口コミでちょっと広がって、他のとこでもちょっと自分の体験を話してたんですよ。そしたら言われたのが、柳原さんって熊本は地震がないからもういいとこに来たねと、これで安心して熊本で過ごせるねっていうことをすごい言われたの、熊本の人に。そこで、えって、熊本って地震がないかなって、地震ってどこでもあることなのに、その根拠は何かなって。で、私の被災体験で足りないのは、その被災は話してるけど防災のことは話してなかったんだよね。その人とのつながりの大切さは言ってたんだけど、防災の話はしてなかったので、それで、あ、スキルが足りないと思って防災士の資格を取ったんですよ。あ、じゃあそこで初めて。そう。あ、そうなんですか。多分私宮城にいたら取ってないな、防災士は。あの、周りにいっぱいいたもん、その防災やってる人とかもいたし、はい、自分がそれを伝える側になろうとは、宮城はいっぱいみんなが被災者だったから、うん、そういう必要がなくて、熊本だからこそ取った。そうですね、まあ、熊本地震が起きる前の熊本ってやっぱりみんな防災についてこんなに深くも考えたことがなかったですし、うん、でやっぱり、東日本大震災を経験して熊本に来た柳原さん、志保ママだからこそできることですよね、うんうん、それって。そうなんです。でも熊本地震が起きちゃったじゃない。そうです ね、 ね、本当ね、やっぱ人ってこう困って初めて気づくっていうか、うん、あの時みんなが困ったよね。そうですね、うん、でそこから今度は柳原さんもっと話が聞きたいとなって、うん、まあ、講演活動がどんどんこう広がってって、でその後実は2019年の1月に和みで震度6の地震があったんですよ。それをきっかけに私の息子が当時13歳で防災士の資格を取ったのね。あ、そうなんですか。やっぱりほら熊本にいてももう、ね、災害が起きて当たり前って思ったらしいのよ。うん、で息子が防災士を取ったので、今度は私ね、防災士を仕事にしようとは思ってなかったんですけど、はいはいはい、そこで息子が防災士取ったことで私の背中を息子に見せたいなって、あ、なんかすごいちょっと気持ちが切り替わったんだよね、はい、で2019年の7月からあのその時してた仕事を辞めて防災一本でこれ仕事にしようって覚悟を決めたのよ。うん、そうですか。そうなんです。だからあの防災士だけ取ってたらこれを仕事にしようは思わなかったんだけど、やっぱ和みの地震があり、そして去年は豪雨もあったじゃない。そうですね、うんうん、でやっぱりこう自然災害というのは予測もできませんし、だからこそ防災ってすごく大切なんだなって今やっと熊本の人たちも分かるようになってきたじゃないですか、経験して、ね、だからこそこう志保ママたちが こんなことをしたらいいよって言ってもらえることってすごく助かるんですよね、一般庶民として。
もうありがとうございます。そういうのをね、これからもどんどんこう自分でも日々発見して、で今やっぱコロナなので、やっぱ辛くてこう我慢の生活が多いじゃない、はい、だからこの我慢というこのマイナスをプラスに変える、うん、これも私災害だと思ってて、その感染症っていう災害なんだよね、コロナも。だからこういったこうマイナスなところからどうやったらプラスになんかできるのかなっていう、いろんなそのプラスになる知恵をこれからもね、やっていきたいなって、こう伝えていきたいなって思います。いやいろいろとね、やっぱりためになりますね。いやいやいや今ちょっとこれからのことについて触れてらっしゃいましたけれども、うんうん、では3つ目のテーマこちらですね、はい、これからのことということで、改めてではじゃあ伺っていってもいいですか、うん、はい、今はね、講演会が、コロナですごく減っちゃってるの で、YouTube を始めたって話を言ったと思うんですけど、うん、はい、やっぱり歌う防災士なので、私ねキーボードを買ったんですよ。そうなんですかで今歌もね、前は花は咲くを、歌ってたんだけど、はいはい、自分で今作詞作曲をして、その伝える、その防災術を伝えるところに、その作詞作曲した歌を一緒に、例えば地震から身を守るダンゴムシ体操の歌っていうのも作ったんだけど、それは地震が起きた時の身の守り方を歌でプラス体操も入れてやってるんですよね。そんな感じで、こうなんていうかな、こう歌も本当にどんどんもっともっと取り入れた防災術をやっていきたいなっていうのがあるし、あとはね、今私一人親の支援活動をしてるんですよね、はい、自分がシングルマザーっていうのもあって、でその一人親の方たちの支援活動の中に、やっぱりもちろん守られるべき人たちなのかもしれないんだけど、でもできることも絶対あるんですよね、だからそういうのをちょっと防災術を、ね、伝えたりとか、あとはその防災婚活って言って、防災婚活、そうなんですよ、新しいワードが出てきて私ね、その、はい、なんだろう、防災活動を通して地域を元気にしたいんですよ、はい、で安心と元気っていうキーワードがあって、なので例えば婚活も人と人とのつながりだよね、そうすると困った時に相談できる人がいるって安心につながるじゃない、でそれをしつつも、その防災のそのイベントの中、婚活イベントの中に防災の炊き出しを入れるとか、さりげなくこの防災術も入れちゃうとか、前ちょっとやってたんですけど、はい、それももっともっとこれからやっていきたいですね。あとは企業さん、今、はい、九州電力さんとか、お城納豆お城豆腐の丸宮さんってあるんだけど、そこと一緒にコラボさせてもらって、いろんな防災の活動もやってるんですけど、もっともっとその企業さんだったり自治体さん その安心元気づくりにつながる入り口に、その防災の入り口っていうのかな、防災を通してそこをお手伝いするみたいな、一人じゃなくていろんな人と手を組んでなんか伝えていきたいなっていうのはすごくあるかな。すごいですね、今もういっぱい出てきましたね。なんかねこう防災っていつ来るかわからないものだけじゃないんですよ、はいはい、その安心につながる入り口なんですよね、なのでそういったのをやっていくとすごく楽しいし、ちょっと見せづらかった、私ちょっとこうやってね、これね、防災ノベルティキットなんだけども、よく避難訓練とかでよくほらアルファ化米とかなんか物もらうじゃん、はいはい、その物もらう中に、これ私が今ちょっと開発中なんですけど、はい、こうなんとかな、持ってて安心するようなグッズをこう安くこう持ってもらえるようなの開発したりとか、本当にね、いろんな切り口からで、これがライフワークなんですよ私。いやでも本当に熊本もね、災害が多いですから、もう1年にね1回会っているような状況で、やっぱり何かあった時のために備えっていうのは必要になってくると思うので、ただそれをこうどうしても堅苦しくみんな考えがちなんですけど、やっぱりしほままのようにね、明るく元気に、そうなんですよ元気に笑顔で伝えてもらえると、はい、簡単なのかも楽しいのかもって思えるので、いやこれからもですね、もう本当にどんどん活躍していただいて、その活躍を私は楽しく見ております。いやいや、はい、なんかね、学びながら、いやいや、こう本当見た人がなんか安心できたなとか、こうやってみようっていう、
うん、なんかそういう気持ちになれるような元気が届けられるような防災を伝えていきたいなと思います、うん、はい、ということで、はい、今回のジーンズ館なんですけれどもね、志保ママにお越しいただきまして、はい、本当にいろんなねお話を聞かせていただきました。またこれからも、はい、熊本県民や全国のね、皆さんのためにも防災活動の普及頑張っていただきたいと思います。志保ママ、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。